どうもこんにちは。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、情報発信について、その支配の原理をお話ししようかと思います、えー。この日本でですね、最も権力を持っている人は誰でしょうか総理大臣でしょうかそれとも有名企業の社長でしょうかこれがですね、なんと現在のところ NHK なんですよ。NHK がなんで絶大な権力を持っているか それはですね、様々な根拠がありますけども、まずは、いわゆる政治家さん。政治家さんはですね、次の選挙でも当選したいんですよ。ですんで、自分が当選に値するいい人間だってことを、どん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 国民に知らせたいわけですよね。じゃあ、知っていただくためには何をすればいいか。街頭演説では全然人に知られることはありませんよね。どうすればいいか。それは、 NHK でいいところを放送してもらいたいんですよ少なくとも NHK でこの人は悪い人ですよってところだけを抜いてで、ね、放送はしてほしくないんですよ NHK の放送という力を持って国民に対していいイメージを持っていただくそのために政治家さんは NHK にね忖度しなければなりません NHK が悪いことをしていてもそれを見て見ぬふりする ことで NHK の味方ですよっていうアピールをすると NHK もよしあの政治家は俺たちの味方だなと分かった分かった考えてあげるよっていうふうになるわけです NHK に気に入らないような人っていうのは当然 NHK に出ることはありません例えば NHK の不正を暴くような人こういう人は NHK に全く出してもらえませんそういうことによって NHK が 放放送ししなない人にに対してはなんと民放も同じように横に習いするわけですよなんででしょうかね民放が何で NHK に配慮するんでしょうかそれは放送権なんですよ。ある特定の放送枠を放送局全部で安分して買うっていうことがあります。その時にですね、その放送権の8割を NHK が率先して出すんですよ。そうすると民放の負担額っていうのはぐっと減りますよね。だから NHK さんの機嫌を損ねると NHK さんが大半出してくれた放送券をじゃあもううちは出しませんよみんなで均等なだけ出しましょうってことになると民法の負担額がぐっと上がるんですよねですんでなんと全ての放送局が NHK に気に入らないような放送をしなくなったんですよさらにこの NHK の放送券っていうのはなんと電通が潜入して購入してるんですよねこれはですね スポーツの件ででかるんですよ以前は NHK が直接スポーツ海外のスポーツを買い付けていたんで日本円で支払ってましたでも今はね違うんですよね恐ろしいですよねなんと電通が NHK を支配してどんどん天下りをそこに送り込んでね放送を歪めているわけです今回 NHK の郵便法違反という重大な犯罪がありました これは10億円以上の被害額をもたらし3000万通ほどの不正な郵便を送り続けていたいう NHK の犯罪ですしかし岸田総理も「いやこれはわざとじゃないからいいだろ」うみたいなおかしな閣議決定を出しました「わざとじゃないから犯罪が見逃される」こんなこと聞いたことありますかつまり内閣に揃っているがん首も NHK に「 忖度してるんですよね恐ろしいことだと思いますよそして NHK は公共放送でありながら8000億円もの内部留保を積み上げています8000億円ですよ生活に困ってる人から受信料を取り上げてそして裁判までしてむしり取るわけですよそして使いもしないような8000億円の内部留保を貯めてるんですよ8000億円の内部留保というとパナソニックと 同等ぐらいですパナソニックっていうのは、まあ、家電を作らないといけないんでそのぐらいのライブが必要だってことは分かりますけども NHK はただ放送をしてるだけですすごい原価は安いんですよなのに莫大な利益を上げていいんでしょうかということで問題になってるのがあまり知られてないんですよねいやだから放送ってねすごい権力ですよよく言われます三権分立って言ってね 司法、行政、立法って言うでしょ第四の権力は放送なんですよ。そして実は放送が第一の権力、唯一の権力と言ってもいいです。ねすべての権利を抑えて放送が今日本を支配して放送によって人の頭脳も支配してます。テレビを全く見ない人、今増えてますよね。NHK なんて全く見ない。民放も見ないって人、増えてます。 インターネットで自分の必要な情報を取れるようになるとまるで都市伝説みたいに語ってる人の方が実は真実だったっていうことが少しずつ明るみに出るわけですよね。まあ、ですんでね NHK もインターネットの放送の中にどん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 自分たちの思想を放り込むことに躍起ですよ。そして NHK はすでに中国にも乗っ取られているという恐ろしい構図があるわけですよね、はい。今日の真姫大学特別講義はちょっと怖いイメージでお知らせしました。 私たちの思考は自分のものでしょうかそれとも擦り込まれたものでしょうかあなたはどう思いますかそして追伸ですけどもえミさん3月1日のお誕生日おめでとうございますまたですね新しい一年が始まります新しい挑戦新しい景色新しい思い出ができることでしょうそしてね 一つちょっと残念なお知らせがありました不法でございますえー、リブートちゃんワンちゃんがねお亡くなりになったということでございますでも3月1日のナミさんのお誕生日はその精神力で最後まで一緒にお祝いしてくれたんですねそして素敵な一年になることを確信して見届けて 旅だったとということなのかなと思いますなんとも素晴らしいことじゃないですかお亡くなりになったのは寂しいことですけどもその気高さに私は賞賛を送りたいと思います私は長い間ペットを飼ってませんけどもずいぶん昔にねワンちゃん飼ってたことがあるんですよそのワンちゃんが最後もうね 瀕死の状態にになった時に私はねその会社の研修実は夜通し行われる予定でしたああ帰ってきた頃にはうちのワンちゃんもう持たないだろうなと思いながら研修に行ったもんですけどもその研修に行く私の背中になぜかその時はねうちのワンちゃんがね瀕死の状態ながらワンワンと泣いて引き止めたのを思い出します で結局研修に行ったらその研修が、ね、中止になったんですよ遅刻者が2名出たからですねコンサルタントの先生が「こんなね時間も守れないようなね研修私はねやりませんよ」怒って帰っちゃいましたということで中止になってお昼ぐらいにね私たちも解散したんですよそして私が家路に着くとワンちゃんがまだ生きていて私が帰ってくるのはですね 寝そべった状態から頭だけをこう上げて目が合ったわけですよねそしてあまだ生きてたんだなと私が思った時にもう一回その頭を持ち上げた体勢からコトンと亡くなったんですね私はすぐに駆け寄ってあ死んでしまったたまたま帰ってきた自分だけが見とることができた その頃実家に住んでいた私は空っぽの実家の中でたまたま帰った私がね最後を一緒にすることができました偶然でしたそしてしばらくすると母が帰ってきてあれ研修どうしたのみたいな感じになったんですけどもいや中止になったんだけどさ中止になって帰ってきたらほらちびちゃんが目の前で死んだよ、はあ、そうか という形でそこから最後のお別れをしたもんですまあ今ではねどうなのか分かりませんけども当時は飼い犬が死ぬとなんか学校の裏山にね勝手に埋めたもんですけどもね今でもトレーニングのさなか埋めた場所の近くに行くことがありますうん、なんか思い出しますね まあ寂しいもんですでもなんかそれも一つ思い出なのかなと思いながらまあずっとね一緒に過ごしたワンちゃんですしまあナミさんもそうかもしれませんこれからもなんか思い出すことが多いのかなと思って今日の放送は終了させていただきますそれではワンちゃんにお悔やみを申し上げるとともにこれから始まるナミさんの一年に乾杯 ありがとうございました。